ちは。こんにちは。こんにちはっていうか、初めましてですよね。初めまして。今日なんですけど、はい、本当は2人でのラウンドだったんですけど、はい、急遽1名になっちゃいまして、はい、はい、あの初対面でちゃんとコミュニケーションが取れるのかっていう企画でございます。はい、そうですね。果たしてどうなることやら。はい。で、お名前は、はい、アリです。よろしくお願いします。アリちゃん。はい。アリちゃんと呼んでください。アリちゃんでいいですか。はい。いきなりちょっと慣れ慣れしいんですけど。全然みんなにそう呼んでいただいているので。ありがとうございます。はい。私も山ちゃんでいいですか。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アリちゃんはゴルフ歴はどのくらいですか。ゴルフ歴は4年目です。あ、なるほど、はい、平均スコアはどのくらい。は90台で90台ぐらいあります。あ、はい、なるほどですね、わかりました。あの今日は1日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そうしましたら、アウト1番からですね。左行っちゃったけど緊張しますよね。緊張しますよ。まあでもここでミスっといた方がいいですよ。いいですね。うん、もうほどけると思うんで。ほどけますからね。行きましょう。はい。残りまで240ヤード。はい。3番。はい。ナイスです。3番ウッドですよね。うまいっすね。いや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 、だって普通、いや男性でも3番ウッドってむずいっすよ。あ、そうですよね。うん、そうで、しかもライがそんなに良くなかったから、はい、今はもう打ってもいいからバンってやってくれればいいから。え、普段のラウンドも白 T が多いんですか。まあ、お友達に多いですね。でも今は白から白から来るよ。なるほど。全然まだ相当遠いんです。そう、どっちでもいいですよって言ったら白でって言われてびっくりしたんです。僕だったらじゃあ赤でって言ってると思います。自分の許されるならできるだけ短い方でやりたいです。許されるならできるだけ長く打ちたい。うん、ナイスです。九州の方でしたっけ、台風。そうそうそうですよね。今日不安だったけど、そうそうそう、風はやっぱ出ちゃう。私超雨女なんですよ。マジっすか。だから連絡いただいた時、お天気もそうですねとか書いてあって、ちょっとずつ回復してった感じですよね今回。そうですねとか書いてあって、私がどれだけ雨女なのか知らないんだなって思って書こうかなと思ったんだけど、不安に落ちたかなと思ってしてとこうって思ったら、あの備考欄とかに雨女ですと入ってたら、いや入ってたら、あの多分お願いしなかったです。今グリーン2個あって1個完全にあれですね、回収中ですね。今ここの総武カントリークラブはクラブハウスを回収中で、だってなかったもんクラブハウス。青空さんそうだからゼロから作ってるんですよね。すごいっすよね。強いよ。うん、すいません、強くて。うん、ナイスです。122と出てます。あ、なるほど。おお、すっ、いやでもなんか強いぐらいがいいんじゃないですか。ナイスショットですよ。ありがとうございます。
なんかギリギリ狙ってあれ手前で落ちてきちゃうのが嫌ですもんね。そうそうそう、なかなかな、なんていうんですかあれ、坂、坂、傾斜、傾斜。ママ、ママいた。おお、ナイスタッチです。ママ。じゃあちょっと落ち着いてきたんで、はい、少し聞いてもいいですか。はい、はい、まずはリンゴルフいつから見られてるんですか。リンゴルフが私がゴルフを始めた2年前ぐらいから、あとレッスンには行き始めてたんですけど、なんか世の中の人ってどういう風にゴルフやってるんだろうっていうのがで YouTube で見てたら、なんか可愛い女の子たちが、しかもめちゃうまい子たちが回ってて、あの頃だとココロちゃんとか、そう、リサちゃん、ジュンちゃん、ジュンちゃん、ミホちゃんも、あ、ミホちゃん、ユッコちゃん、おお、そうそうそう、あのメンバーがめちゃくちゃ可愛くて、ミホちゃんなんてもうドラコンね、ドラコンプロだから、うんうん、全然今でもね活躍してるからね。そう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 。でリサちゃんのね、あのビスイング、美穂ちゃんもそうですけど、うまいよね、うんうんうん、ね、それでちょっと釘付けで見てます。なるほど、うん、まあそこからちょっと時が流れ、うん、現在にいたり、うん、今回出ていただいた、なんかこのなんていうんですか、その動機というか、ああ動機動機なんかまあゴルフやれる人って、なんかまあ私とか、まあ子供、子育てもしながら仕事もしながらなんですけど、まあ、こう限られた時間でまあこうやっていて、うん、なんかこう、まあ、あとは子育てもしてて、うち一人っ子なんですけど、なんかまあ兄弟みたいな感じなんですよね、うちの家族、あの娘と、うん、だから、まあ、私が時に母であり姉なんですけど、うん、姉ちゃんこんなに本気で頑張ってるから君も頑張ってよってこう言いたいなと思って、でママじゃあちょっと YouTube 出てみるわって、宣言してきたんですね。そうそうそう、すごい、頑張ってみたいな、ちょめっちゃ楽しみにしてるじゃないですか。そう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 、頑張ってないとこう頑張れって人に言えないし、まあ、仕事も頑張るけど仕事ってまだ職場の中で完結しちゃうから、こう娘は見られない。確かにね。でまあほらラウンドも一緒に回るわけでもないから、ゴルフ場も一緒に行けるわけでもないし、でまあ YouTube めっちゃいい企画じゃん。おお、なるほど。あの上手くなりたいとかもビコダに書いてあって、上手くなりたい、うん、え結構あれですか、一人予約で行くのがもう本当こんなの恥ずかしくて、いやいやいや、僕もそうなんですよ。そうってか僕は逆にちょっと一人予約行きたいなと思ってて、全然あれですよね、スケジュール合わないですよね、友達と。友達と合わないのもあるし、まあ、自分もこうキャンセルしてするのも、そうそうそうなんですよ。私の会社の先輩でゴルフに誘われたら絶対に断るなっていう教えをしてくれる先輩がいて、めちゃくちゃうまい女子なんですけど、だから女子じゃあ今度連れてきてください。だからこう自分から断りたくないから、簡単に断ってくる人とかいるじゃないですか。対決ですね、今度先輩とこうやってで、あの家族のみんなに頑張ってる姿を。じゃあ行きましょう。巻いてる。はい、葉っぱ巻いてますよ。トルネードですね。ショー。めっちゃいいじゃないですか。ね。もうすぐ修正してきましたね。ようやく山ちゃんに慣れてきたと。僕に。撮影にだと思うんですけどね。レギュラーでベストが94。93。93、うんうん。今日は私がレッスンするコーチ。コーチが？
ちが宣伝してきてないって言われた、うん、今チャンスじゃないですか。今チャンス、まず自ら振りを作ったじゃないですか。早く行った方がいいですよ。そうだよね、ゴルフを上手くなりたかったら川並ゴルフスクールへお待ちしております。行きます。いや、いいショットっすね。強いショット。強い、うん、まあちょっと届かなかったけど、でも全然打ち上げだから。え、なんかスポーツやってたんですか。まあ、ラクロス。あ、だから触れるんだ。でもやっぱりコーチですよね。コーチ、やっぱりコーチですよね。やっぱりなんと言ってもコーチです。うん、鬼教官です。ね、女性でもね、あの力強く打てる。力強く打てるように。鬼コーチ。鬼です。鬼コーチ。来なくなっちゃうんじゃない。あの最初は優しいんですよ。なるほど、最初入り口は優しいんだ。そうそう、何年も通っていると昨日ラウンド行ったんだっけみたいな、スコアもだってこれこれですって言うとみたいな、今下打ちしてんね、今先生下打ちしてん、ね、これこのまま流そうこれ営業大丈夫かな俺の前でうまく打たないんだろうなとか言って怒られるんですけど、そうそう、でも先生も私もメンタルが弱いから2人でいつもあの慰め合ってます。試合でダメダメだった時とそうですね。あのここまでが結構あれですよね。打ち上げ、うんうん、乗せづらいですよね。乗せづらいですね。ちょっと転がります。うん。